それでは皆様にご挨拶をいたしましょう。メリークリスマス。メリークリスマス。クリスマスイベント開催中の東京ディズニーランドへようこそお越しくださいました。私どもはウェルカムフラワーバンドでございます。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。そして私がバンドマスターのサンフラワーです。さあでは皆さん準備はよろしいですか。リリー、はい、バーブラ、オッケーよ、マーガレット、よろしいですか。さあ、それでは参りましょうか。ミュージックスタート。ここは365日花があふれる魔法の国ラムさん。私どもはウェルカムフラワーバンドでございます。華やかで楽しいクリスマスパーティー、皆様をお迎えいたします。さて皆さん、ここ東京ディズニーランドでは一年中たくさんのお花がさまざまなところで咲いているんですよ。そこで私たちが季節と花の音楽に乗せて素敵なお花たちのことを楽しくご紹介いたしましょう。それでは早速パークの花咲く一年間を一緒に巡っていきましょう。まず最初は心弾むきらめく春。ファンタジーランドにはデイジーの夢ができます。デイジーは日の光を浴びて花が咲くんですよ。暖かい春にぴったりですね。そしてもう一つ、シンデレラ城の周りで咲くのにはチューリップ。チューリップはまさに愛の花なんです。ピンクは愛の色、赤は束縛、色には特別な花とかがあるんですよ。皆さん、ぜひ大切な人にチューリップのお花を送ってみてくださいね。夏です。アドベンチャーランドに咲いているのはハイビスカス。暑い日差しの中で毎日元気に新しいお花を咲かせます。そしてスポーランドで咲いているのがベゴニア。ユニークな花びらが愛らしいお花ですね。さらに夏にはマクジェンタクさんの美しいバラが溢れています。キャプテンカルティのそばで咲くバラディズニーカルトソースと呼ばれているのはご存知でしたか。このマーク覚えて帰ってください。そして緑の秋、トゥーンタウンのヒメリンゴは赤くて可愛い小さな実をつけます。さらにファンタジーランドには綺麗な菊のキラキラが見られるんですよ。さあ秋をもっと紹介しましょう。コスモス、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 マリエコード。はい、そして最後はロマンチックな冬です。寒くてもパークでは様々なお花たちが咲いているのをまもまもご存知でしたでしょうか。知っていましたか。素晴らしいですね。さあ冬の代表的な花といえばトゥモローランドで咲いているシクラメンです。うつむきがちに花を咲かすことからハニカミなんていう花言葉もあるんですよ。とっても可愛らしいですね。ピンク色のシクラメンは少々恥ずかしがり屋さんで、見かけたらぜひ優しく微笑みかけてあげてくださいね。花咲く一年の旅、いかがでしたでしょうか。ぜひお花を探してきてくださいね。さあ、皆さん、たくさんのお花を咲かせてください。
会えれば皆さんもぜひ楽しんでいってください。それでは今日は木の花を開けてください。どうもありがとうございました。おや、鈴の音が。そう、今はクリスマスです。今パークはクリスマスイベントを開催しております。そこで今度はクリスマスの楽しい音楽に乗せて一緒にダンスを踊っていきましょう。手拍子をしたらクリスマスのパークで咲いているお花のポーズです。まず最初はズボローランドで咲いているシクラメン、美しく咲かせていきましょう。次はアドベンチャーランドのシーガには目を大きく広げます。さあ、そしてワールドパザールのポインセチアは華やかに咲かせていきましょう。最後は元気にクリスマスツリーのポーズです。では手拍子からいきますよ。さあ、いきますよ。まずはシクラメンから3、はい、シクラメン、さあ、動かし、さあ、今たくさん、はい、さあ、華やかに3、はい、ポインセチア、さあ、もう一回参りますよ。さあ、行きましょう、行きましょう。さあ、はい、シクラメン、さあ、参りましょう。元気、さあ、多くの方も華やかに、そして、元気、クリスマス。さあ、次は皆さんで雪を降らせていきましょう。腕を上げて、右からクリスマス。クリスマス、素晴らしいですね。さあ、では最後は皆さんでさらに元気よくクリスマスツリー作っていきましょう。はい、クリスマスツリー、どうもありがとうございました。さあ、それでは皆さんでもう一度復習をしていきましょうか。できれば、さあ、そちらのジェントルもご参加くださいね。さあ、まず美しく参ります。美しく参りますよ。トゥモローランドに咲いているのは3、はい、シクラメンでございます。素晴らしいですね。さあ、そしてアドベンチャーランドに咲いているのは3、はい、シクラメン、はい、そうでございますね。あ、ちょっと惜しかった。はい、素晴らしいですね。さあ、そしてワールドバザールに咲いているのは3、はい、ポインセチア、はい、バッチリ押さえておりますね。さあ、そしてこれがないとクリスマスちょっと寂しい気持ちになってしまいますが、すごくうなずいてらっしゃいますね。さあ、では元気よく作っていきますよ。皆さん参りましょう。3、はい、クリスマスツリー、はい、ありがとうございます。さあ、こちらのクリスマスツリー、ワールドバザールをはじめパークのいろいろなところに飾られてます。ぜひ探してみてくださいね。はい、さあ、それではこの後も皆様が素敵な一日になりますよう、最後は私たちの歌でお見送りをさせていただきます。